どうも、高井です。好きの証明、嫌いを証明するより難しい。突然ですが、あなたに質問あります。あなた自身の好きなものを好きだと証明することってできますか？考えたことなかったなって方にとっては、じゃあ今すぐ考えてくださいって言いますし、考えた上で多分なんとなく好きになったんだよっていう方はいいと思うんです。そしたらお帰りください、証明になってませんって話になっちゃうんですけど、好きであることを好きであると証明することはこのように難しいんです。この本の中にいかに難しいのかってことを例で載っていて、美味しいという評判のレストランに行ったそうなんですよ。で、そのレストランの美味しいという評判のメニューを食べました。食べたら確かに美味しかったんだけど、記憶に残ってるほど美味しくなかったなって話が載っている。人って人生で今まで食べてきた料理で、美味しければ美味しいほど舌が肥えていく生き物なんです。で、肥えていったら100点のランクってのがどんどん上がっちゃうわけでしょ。いくら美味しくいいもの食べても美味しいって感じなくなる。110点レベル、120点レベルじゃ満足できないんです。150点とか200点レベルじゃないとおそらく満足できない。じゃあ舌が肥えてる人って不幸だよね。じゃあその美味しいと評判のレストランの料理を美味しいと感じて記憶に残す方法はないのか。それはたった一つあるんです。それはまずい料理をイメージしてもらう。そしたらそのギャップによって感動を覚えて記憶できるよね。このように美味しいもの、好きなものを好きだと証明することってすごく難しいんです。逆に苦手なものというか嫌いなものを証明することって非常に簡単。それはこれが嫌いだ、これが嫌いだ、これが嫌いだっていうふうに言えるわけでしょ。酸っぱいものが嫌いな人に対しては酸っぱいから嫌いなんだっているし、苦いものが嫌いな人にとっては苦いものだから嫌いなんだっていう、もしくは甘口辛口ってあるでしょ。どっちが好きかによるじゃん。100点レベルのものに対して高がかけてるっていう風に欠点を指摘していくことによって、減点法によって評価できるわけじゃん。そしたら証明できるよね、なんでこれが嫌いなのかって。好きなものを証明する方法ってないんですか？それがあるんです。それは比べることなんです。カレーライスを食べに行くとして、 A 点、 B 点、 C 点それぞれ食べ比べてみました。A 点はスパイスにこだわっています。つまりルーが美味しいわけですね。B 点はルーは普通だけど中の野菜にこだわっています。C 点はルーも野菜も普通です。だけど仕入れてるお肉はいいお肉を仕入れているのでゴージャスです。この中で私が好きになるとした A 点のスパイスにこだわっているカレー店でしょう。私は結構スパイス系に力入れてなかったら具材も良くないんじゃないのっていう、一番はスパイスですって私は思っちゃう派なんで、こうやって比べてみたらどれがいい、好きでどれが嫌いなのかって証明できるじゃん。この比べるって方法をうまく使った売り方があるんです。それが松茸梅からなるこういう方法なんですけど、これが S サイズ2ユーロ。これが M サイズ4ユーロ。これが L サイズ5ユーロ。この中で言ったら、一番こっちの5ユーロの方が一番お得で選んじゃわない。こういうおとり作戦なんです。ただ、こういうおとり作戦って、一般にも結構使われてたりするんです。例えば合コンとかね。男性陣が女性陣に、仲間連れてきてくれない、友達連れてきてくれないって頼んだら、おそらく全ての女性とは言いません。それじゃ偏見になるから。その女性陣のある一人の女性に友達連れてきてって言ったら、おそらくその女性は自分自身の容姿よりもワンランク、もしくは相当ランクの低い女性を連れてくるんですよ。そしたらこの子可愛いでしょって言っときながら、自分自身が目立つように、自分自身が綺麗に映るように合コンに参加してくるわけでしょ。
な。すごくいやらしい話なんだけど、これは非常に戦略的には優れた方法だと私は思ってる方で、なるほどそんな方法あるのかって最初は思ったぐらいですかね。いかに好きなものを比べて判断するのかってことを知る上でもこの本はね、参考になるでしょう。好きであることを好きであるっていう証明するっていう方法がわからない人にとっては、今すぐこれを読んでくださいって言いたいです。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。